初めまして、私は首都圏で剣道を小中学生に教えているものです。緊急事態宣言のたびに稽古ができなくなり、子どもたちのモチベーションが下がってしまっています。一応休みの間にできるような練習を出しているんですが、子どもたちのモチベーションを立ついい方法はありますでしょうか？ないんじゃない？そんなもんモチベーションなんかさ、正直保てないよ。子どもに今この時期にさ、剣道保てって言ってもまあ難しいよ。もうこんな時はさ、もう剣道のことなんか忘れて、もう本当に好きなこと楽しくやっときゃって言って、もう解放させてあげるのがいいんじゃないの？で、いつか剣道ができる時に、うわ久しぶりに剣道できる、楽しいって思えるような指導をその時に考えておく方がいいんじゃないですか。だから剣道がみんなができるようになった時のに向けて、みんなが本当にただ厳しいだけじゃなく、確実に力が伸びて全国でトップで戦えるような道筋が見えるような、そういう剣道への向き合い方をぜひマサさんが用意しておいてあげるのを期待します。ほら、こんな時にモチベーションなんか上がんないよ。そう簡単じゃねえっすわ。